皆さんこんばんは、ジェイキーです。本日もノイータ続きから遊んでいきたいと思います。さあ行きましょう。いや前回はね、いい感じにどんどん進めていけたので、今回もね、できることならあの機械のステージまで行きたいね。あそこから本番なところあるからな。行った、やだね。よし、まあなんかもう最初の方は正直サクサクいっちゃっていいんじゃないかなって思ってるんだな。よいしょ。でもなんかこの杖やだな、もうちょっといい杖欲しいな。やっぱね、出だしでちょっといい杖、なんか連射速度が速い、火力は低くてもいいから連射速度がいい杖っていうのが持てるとかなり変わってくるんだけどね。ここ破壊しちゃおう。よし、オッケー。あぶれ、あいつだけは本当にすげえ来る。よし、オッケー。お金もちゃんと回収して、杖がねえなあ、ぶね。よし、怖い。あれ、開いて、くそ、杖ないかねえ。一本でいいんだけどね。すげえ燃えてる。あ、こいつがいるのか、なるほど。倒してくれないかな。あ、ダメか、負けちゃったね。しょうがねえな、これ破壊できないかな。あぶねえ、見えてんのかお前。あ、2体いるのね。なるほどな、これいけるか。よし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 、足元狙い。あぶねえ、こわっ。はっ、よし、くそ、なに、はっ、オッケー。あいつ爆破耐性あんのか、もしかして。いった、いって、あ、やべえやべえ、あつ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 、これあっちだよね。オッケー、あぶねえ。いや、もう行こ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 う、死ぬ死ぬ死ぬ、これはまずい。どっかで下に入りたい。オッケー。あ、あぶねえ、あぶねえ今のマジでギリギリだったな。148、この杖変える。そうだね、こっちだな。この杖を持ってやっていきましょうかね。 0.20 の 0.30 なら、まあまあまあいいでしょう。ノコギリでいくか。あ、待って、帰ってくるのは何？今のは機械な飛行パターンで飛ぶ大型でノコギリ場状の円盤を召喚する。なるほど、これって、あぶれー怖すぎ、やめて、マジで。あれ当たったらダメージ食らうもんね。あ、でしかも下に杖がある、あれ拾いたいね。何にしようかね。ブーメランはいらない、爆発したい、もしくは無呼吸。いやー、どうしようかな、どっちかだな。無呼吸もさ、前回やったあの電撃走るやつ、あれあったら最強なんだけどね。どうしよう、まあ、爆発したいにしようか。とりあえず爆発が食らわなくなるのってかなりでかいからね。よし、オッケー。おー、怖い。あ、そうだそうだ、私のあれだね、パッシブ能力で爆発するんだ。上に当ててよいしょ。ここ壊したい。なかなか難しいな。あ、難しいね。あ、いけないか、これ。お、
よし、まだいた。オッケー。さあ、この杖は、0.23 の 0.42。まあまあかな。トリガー付きのオーブ。なるほどね。でもまあまあ。使えるっちゃ使えるか。火力も出そうだしな。トリガー付きのオーブは。これで行ってみようかね。あ、倒せてない。よし。いい。こっちの方がいいな。やめとこ。こっちの方が打ちやすい。よし。ゲイ。下に、あれがある。杖がある。あれ、火力が出ないな、でも。違うか。こっちよりこっちの方がいいか。よし。ゲイ。これ下行きたいか。ちょっと下行ってみようか。お金も拾って。よいしょ。OK。こっち。ここを削り取りたい。はい。ああ、ダメだ。そう。なんともどかしい。あ、マジか。上に当てて。よしよし。OK。0.12 の 0.25。これよ、これ。これを待ってた。よし。あとで魔法を付け替えよう。外した。よいしょ。あ、いいじゃない、宝箱。危ね。いけ。さあ。あ、宝箱じゃねえ。くっと。あ、待って待って待って。お前は、来るんじゃねえ。よし。あららららら。あらららら。らよいしょ。オッケー。いや、いいな。今のサムネにいいな。吹っ飛ぶ宝箱。どうしようかな。よいしょ。もう下行っちゃえるね。どうしましょう。214か。ちょっと少ないよね。これ、壊せないかな？難しいか？酸で溶けちゃうもんな、これで。溶かしたところで。どうしよう。あ、これ逆に上。あ、ダメだな。酸が溶けて私に当たるっていうね、最悪のパターンだ。次行っちゃうか、もう。いいや。OK。さあ、魔法打ってたら嬉しい。オッケー、いいね。まず、私が使いたい杖は、こいつなので、こうして、で、これをこうして、こうする。まあ、そんな感じでいいかな。そうだね。で、この杖に何を装備するかだね。これだとどうなる？ああ、そんなだな。そんなだね。反応は、三倍呪文。三倍呪文。血の枯渇。血の枯渇ってなんだっけ？血の枯渇。一回見てみよう。あった。血の枯渇。放射物で多大なダメージブーストを獲得できるが、自分を傷つけることもある。いらないな。事故るのは、極力減らしていきたい。ってことで、まあ、3倍呪文かな。欲しいの。そんなもんかな。正直。3倍呪文つけて、で、これでどうだ？ 3 倍呪文。ああ、そんなか。そんなだな。そんなだな。三倍キャスターつけて、エネルギーを、あ、やべ。何も考えずに買った、今。三倍キャスター。
炎の痕跡。これで行ってみるか。火力はまあそんなないし、やばいな。ちょっとあんまり良くないな今。何かいいのあるかな。低反動、シミがない鎧。あー耐えたかったな。リロールしたかったな。お金が足りない。どうしようかな。シミがない鎧取っていこうか。よし、受けるダメージを極力減らしていこう。いえ、さあ氷のステージ来ました。ちょっとあれだな、距離足んないんだな。おお、意外と飛距離短いね。あ、杖置いてんじゃん。あ、2個もあるじゃん。いいねいいねいいね。なんだ？すごいな。爆発物の箱がめっちゃあるけど、杖自体はしょうもないな。ちょっと一回ここ削って。怖い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 。あ、毒になってる。よし、杖自体はまあまあで、プラズマカッター、プラズマカッターはいいんじゃないか。なんか穴を掘りたい時に使えるはず。よいしょ、オッケー。よいしょ、いった。怖い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 。よし、オッケー。やべえな、すげえいるな。よし、オッケー。ふう、よしよしよし、回収して。あぶね、あぶな。いやー、なんか下に行ける場所がないな。よし、お金回収の、お、いいね、杖があるじゃない。これは穴掘っていけそうかな。よし、0.27 の 0.78。 あー、どうしましょう。杖自体はいらないけど、光矢か。光矢も別に欲しくはないか。あー、置いていっちゃっていいかもな。うん、置いていこう。あー、でも待てよ、攻撃系の魔法が今これしかないからな。実質まだ光矢の方がマシか。ってことはプラズマカッターか TNT を置いていきたい。どうしようかな。まあ、いや、プラズマカッターがいらないか。あ、でも呪文詠唱 0.05 秒なのか。早いね。一旦こっちかな。よし、じゃあどんどん下へ行こう。やばやばやば、危ね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 危なすぎ。よし、 OK。 引火してる、いつの間にか。ちょっと待って、よし。あ、これ違うこれ違う、怒りの怒りのやつだ。よし、 OK、 倒した。OK、 お金回収してからの、下にどっか行けないかな。お、行けそう。そろそろ一番下来たんじゃない。どうだろう、ここら辺にありそうだけど。あぶね、よし、 OK。 怖い怖い、危ない危ない。よし、あ、違う、これ使ってる杖が違った。あ、痛い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 。お、なんかちっこいの来た。こいつこいつやだ。よし、 OK。 もうなんで最後の方になったらこんなに来るのよ、いきなり。やめて。よし、今のうちに。これは
0.10 の 0.28、 素晴らしい杖だね。最大まだ350の100。奇妙なファイヤーボルトとダメージプラスがついてる。欲しいね。じゃあこれは置いてっちゃっていいかな。あ、まだ来た。よし。で、左の方にもなんか杖見えたね。あった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 。これはバウンドバースがいっぱいついてる。で、呪文栄章一気に8個できる。やば、この杖。うわ、ちょっと持っていきたい感あるな。え、何置いてく？ここのさ、この杖のさ、クリティカルプラスとか、ちょっと魅力的なんだよな。で、このダメージプラスも欲しいし、あ、これもついてんだ、ダメージプラス。そうなると、こいつかな。光る槍はいらないかな。これを交換していこう。よし。いや、でもちょっと、あれだな。攻撃系の魔法が少ないな。ちょっとやだね、この感じ。ちょっと。やべ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 。まずい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 。まずい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 。痛い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 。すごい痛いよ。やっべえな。なんでみんな、そんな、連射武器持ってんだよ。いけ。どうしましょう。58。このままで、行くのは非常に危険だな。これなんだっけ？ベトベトな卵。これ。よし。オッケー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 。召喚して、戦ってもらって、あ、死んじゃった。こいつを倒せばお金が手に入るんだけどな。よし。だいた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 い。よし、勝った。すげえ。金をいただいて、お、杖もあんじゃん。あ、まだある杖。あら。この杖は 0.03 の 0.47 だけど、テレポートボルトしかない。いらない。攻撃魔法のついた杖が欲しい。エルドリッチポータル。攻撃魔法だけど。マナチャージ速度が525。いいなぁ。マナチャージ速度はね、正義だからね。ただ、リチャージ時間そんな早くないなぁ。迷っちゃうね。ちょっとでも、なしかなぁ。いいかな、これは。よし。オッケー。置いていこう。あ、怖い。あ、もういい。もういい。あぶね。よし。欲張ると死ぬからな。324。やっべえ。最後、ちょっと倒しとくべきだったな。うわ、これ、50% オフのこれ。変えたら、なんだっけ、これ、下方向に爆発が広がるやつだ。ちょっといいの変えたな。で、ガラスキャノン。自分の呪文が5倍の強さになるが、最大 HP が50になり、通常のハートで増やすことはできなくなる。爆破ゴールド。敵が落としたゴールドは消滅時、敵が拾う、あるいは他の敵が触った時に爆発。下半身トレをサボるな。うわぁ。マジか。爆破コンボ。していくのはありっちゃありかもしんないけど。爆発物の箱で、私は爆破ダメージを食らわないので、で、お金をばらまいて、さらにそのお金が敵に触れて爆発するっていう、連鎖を起こすのはありかもしんないけど、どうだろうな。そんなうまくいくかなっていうね。どうしよう。使う杖は？まあ、一番上の杖が一番良さそうかな。いや、こっちの今使ってるやつが一番いいか。ああ。そうだね。こっちがいいな。ってことは、あ、でも、呪文栄章のシャッフルがいい絵だ。そうか。シャッフルしないのでかいな。
ってことは、こうして、弱い。攻撃呪文が弱い。まだこっちのバウンドバーストの方がいいか。で、3倍キャスター。どうだ？違うかもしんないな。そもそも、オーブがいらない。ちょっとね、射程範囲が狭すぎるんだよな。ライトいらん。どうしよう。どうしよっかね。これさ、こうしといていいんじゃない？これね、8個いっぺんに出せるから、これ、すべて出し切っちゃうっていう。あとは、ダメージ、プラスをつけて、とにかく打ちまくる。クリティカルプラス。クリティカル、ダメージ、バウンドバースト。これで、これでばらまき続けて、クリティカルと、効果力の、バウンドバーストにならないかな。ちょっと夢あるね。3倍呪文とかもつけたいけど、だとしたら、そうだな。ちょっとこれでいいかな。これで一回行ってみようかな。で、いらないものを捨てていきたい。3のボールとかいらないかな。怖いからね。で、これもいらん。よし。オッケー。いやー、いい魔法揃ってんだけどな。あとは、ここら辺を装備しても耐えうるマナチャージ速度を持った、杖が欲しいね。あとそれだけかな。私の望みは。オッケー。これで行ってみようか。で、どうしようか、拾うものは。一回、リロールしてみるか。どうだ？復讐爆破。ダメージを受けると魔法の爆破を引き起こし、爆破に対する耐性 25%。爆破耐性いらないんだよな。ベージング。貪欲。復讐爆破かな。オッケー。いやー、なんかもう着せずして爆破コンボに。なっていきそうな感じがするね。よし。OK。とにかく、ばらまいておけば、クリティカルが勝手に入っていくはず。よし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 。火力出てる気がするな、意外と。よし。OK。クリティカル出てるね。ただ気をつけないといけないのが、爆破耐性はあるけど、火が食らわないわけじゃないからね。火には気をつけないとダメだ。あ、いけ。爆発してた。よし。OK。いいよ。126。意外と、お金じゃねえや。体力残ってるよ。うわ、怖い。来るんじゃねえ。ここ通れるから。やべえな、これ。触れたらクリティカルが入るっていう。これはちょっといい感じのコンボ組めてるかもしんないな。思ってる以上に。よし。よし。いいね。やっぱなんか火耐性欲しいな。こうなってくると。あと火だけだな、問題が。よし。ちょっと待って。怖い。待って。後ろに爆弾があるから。気をつけて。気をつけろ、私。よし。OK。よし。いいぞ。なんだ。お前か。お前だけは、いつまで経っても、痛いな。よし。あれ、壊した。よし。OK。
いいよ。よし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 。爆発しちゃって。あ、痛い痛い痛い。なんだ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 。復讐爆破が。危ねえ。私自身の爆発が起こってる。よし。なんかいるんだな、あっち側に。何かが、パレットか？何かが狙ってきてるね。パレットだ。怖い怖い怖い。ちょっと待って、あいつ。これ。よし、オッケーオッケー。よしよしよし。いいよ。HP72。怖いよ、ちょっと。ちょっとだけ怖いよ。これさ、これでさ、いけんかな。あー、埋もれちゃったな。もう一回出して、これで、あ、もう、これ爆破させちゃおう。したらいかないかな。あれ、爆破しないのこれ。あれ、そういう感じじゃないの。あれあれ、想像と違う動きしたな。しかもなんか道埋まっちゃったの、ここ。あれ、そういうことじゃないの。危ね。もしかして火がないと爆発できないのかこれ。あらら。となるとなんか火の武器が欲しいのか。よし、行こう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 。おー、爆発した。すごい爆破だった。あ、やべ。あ、こっちダメだ。こっちダメだ。危ない危ない危ない。こっから行けるか。よし。お、下まで来たね。オッケー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 。入っちゃう。いやー、お金がちょっと少ないな。買えるのが2つある。この杖は？杖自体はいらない。神々の怒り買ったね。そしたらこれ、ここに大量に爆弾仕掛けて、やつ自身に爆発起動させてもらう。いけるか、いけるか、この作戦。オッケー。よし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 。ここに置いといて、よし、よし、オッケー。あー、倒した倒した倒した。いいね。あ、爆弾の火力最高だね。どうしましょう。この杖はいらないけど、爆発させるためにこれ必要かもしれないな。あ、ただ火の痕跡があるから、これで爆発させることもできんのか。どうしようかな。多分火が必要なんだよな。ちょっと待って。念動力キックと、放射物原則、無限呪文。大半の呪文が無限になる。これ、で、爆発物の箱が無限になったら、いいかもな。爆破耐性持ってる私が、爆発させまくる。これありかもな。これで、火にこと書かなくなった。で、3倍呪文つけちゃって、どっちの杖がいいか。まあ、こっちだね。よし。これで行ってみようかな。これダメージプラスって意味あるかな？爆発ダメージ上がるか？ちょっとこれで行こうか。で、あと他に欲しい魔法はないかな？これはなんだっけ？血まみれの敵へのクリティカルが上がる。血まみれの敵か。まあまあまあ。だったらこれでいいかな。杖とか下に見えたりしないね。オッケー。行こう。さあ。あ、やべ。もう来てる。いってえ。早速。とにかく、爆発物を、オッケー。
あ、やべ。でも、あ、爆発。爆発は耐えうるけど、炎がまずいて、炎がダメだ。あ、これなんか違うかな、違うかな、これこのコンボ違うかな、どうだろう。よし、いけ。あ、いた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 、なんか食らった、なんか食らってる。下、下いける、下いけるか、なんかすげえ食らってる。あら、あら、はまった。よし、いた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 、痛い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 、まずい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 、パニック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 。よし、血があれば。あ、お前そんなとこにいたのか。よし、オッケーオッケーオッケー、倒してる倒してる倒してるよ。あ、いて、まだいる、なんかまだいる。怖い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 、見えない、敵の攻撃が見えない倒したか、やったか。あ、あ、なんか落ちてる。なにこれ。あ、杖がいいな。これ持って帰りたい。よし。あとは、ここを爆破させたい。いけるかな？これで爆破で。痛い。なんか降ってくる。なんかしてる。なんかしてる。よし。OK。クリティカルがなかなか出ない。オッケー、ね、やばいぞやばいぞ、 HP が。はっはっ、まずいまずいまずい、なんかちっこいのいるな。こいつ倒して、オッケー。やべ、水水ないか、ここ取れない。やばいやばい、あ、まずいまずいまずい、 6HP6。 待って、もうもういい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 、もういい。危ねえ。は、危ねえ。よし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 。あー、危ねえ。ギリッギリ。あー、なんで毒が巻かれてんの。フェイジングアーク。オイル。あー、オイルか。ミサイル。ミサイル？エネルギーシールド。エネルギーシールド欲しいね。エネルギー、待って、またいるじゃん、あいつ。なんですでに怒ってんのよ。ちょっと、炎の痕跡いらないかな。で、ミサイルをつけて、よし。ここに、大量の、爆弾を仕掛けて、やばいやばい、よしオッケー、よし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 こういうことよ、コンボってこういうことでしょ。あとは624、特にかな。これでいっちゃおう。あ、これ火のやつじゃない。あ、爆発に対する免疫だいいって、もう。電撃のあれか、免疫か。違うんだよな、火なんだよな、火の免疫が欲しいんだよ。ちょっと一回リロール。頼む！あー、来ないか。クリティカルヒットプラス。あー、どうしましょう。クリティカルヒットプラスで、行っちゃおうか。で、なんかいらないのは、ダメージプラス、いや、これはこれでいいのか。ピンポイントライト。あー、当たった直後に爆発する極度に、なんとかされたライト。いいのか、もしかして。隕石。空から降ってくる破壊的な放射物。やば。あ、待って。この杖がいい杖なのか。そっか、じゃあここに集める感じにするかな。で、そうなると、こうして、こうして、こうか。で、こうして、
いいんじゃないかな。で、隕石は採用の方でいいかな。ピンポイントライトからのミサイル隕石。いや、こんなにあれかな、マナー持たないかな、こんな。一回やってみてもいいかもしんないけど。花粉もいかな。よし。おお。あ、でも一応マナー足りてるな。オッケーオッケーオッケー。ただミサイルが多分これ、隕石に吸われてるな。隕石のせいで爆発してるな。よし。そうなると、こうして、いや、正直、これだけでいいか。いや、隕石だけでいい気がしてきたな。ああ、いいね、いいね、いいね。これでいいんじゃない?なんかいるな。やべえのいるな。よし、オッケー。あ、やべ。だとしたらなんかもっとつけたかったな。ダメージプラスとかつけたかったな。まあ、いっか。十分強いような気がする。これだけで。金庫室に入りました。よし。オッケー。よし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 。いいぞ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 。あ、隕石すご。すごいね、これは。うわあ、こうなってくるとマジで欲しくなっちゃうのが、なんか杖が浮いてなかった今。欲しくなっちゃうのが非耐性だね。おお。ついに50以上のマナがある場合、すべてのマナが追加ダメージで変換される。すごっ。例えばこれ1440だから1390ポイントプラスでダメージが乗っかるってこと?この杖。は?壊れてない?それは壊れてない?一応持っとこう。よし。げ。オッケー。いいぞ。すべてが吹き飛ぶ。ああ、もう、最高。快感。体感ですわ、これは。やべえな。やべえ、これもう、すべての敵に、打ち勝っていける。あとはマジで、燃えなければ最高なんだけどな。よいしょ。あ、ブロックしてるな、あいつ。爆破ダメージが通ってない感じ。一回逃げようかな、そうなったら。お、杖あるじゃん。あー、通れるか?これは破壊できそうにないな。痛いね。ちょっと痛いな。やべ。HP 見えてなかった。ちょっと、これは、やばいかも。あ、ちょっとやばいかも。ちょっとやばいかも。ミスった。落ちる方向ミスった。よし。OK。いいよ。どんどん行こう。よし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 。いいぞ。あ、穴開いてるね。オッケー。行こう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 。行こう行こう行こう。あー、死んだ。炎。炎に弱かった。うわー、最初から最後まで炎の耐性が欲しいって言って、出なくて死んじゃった。なあ、これ悲しいな。ちょっと。炎の耐性があればなんとかなって気がする。ただ今回は本当に収穫がでかい。この隕石はもう一つあるだけで全てを賄えるってのが分かったので、隕石が今後重要になってくるな。うわ、ちょっといい感じの周回だったな今回は。というわけで、今後もやっていきますので、よかったら見に来ていただければなと思います。今回は1030メートルまで到達できました。では、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。